はい、オルガンライフです。今回の収録、音をあまりいじらない。そのつもりですね。いじらないというか、段階的にいじってく。それで、どのくらいのことを動画を収録する人はやった方がいいのか。そこのレビューですね。それ、今の環境、ビデオカメラは一般向けのビデオカメラですね。マイク入力付き、マイクの音量調整付きですね。それとマイク、オーディオテクニカのガンマイクを使ってますね。AT9944。ちょっと大きな量販店でも売ってるし、Amazon でも当然売ってますね。一般扱いですね。民生用です。それスイッチは、ローカットってところを入れてます。これどうしてローカット入れてるのか。人の声、そんなに低い部分いらないから、ローをカットする。それローをカットすることによって、部屋の中のいろいろなノイズ、聞こえない低音成分とかがあるんですよね。ファンの音とか、室外機の音とか、遠くからの音とか、そういうものをカットすることによって、よりクリアに音を取れます。スイッチを操作するだけだから、トークの収録だったら、ローカット入れてください。それ次にマイクと私の距離。できるだけ近くですね。もうマイク手に触れる位置でありますからね。よくビデオカメラの上にセットしてる人がいますけど、あれだとちょっと引っ込みますので、声がちっちゃいです。だから私にできるだけ近く、喋ってる人にできるだけ近くですね。近くにすればするほど、相対的に私の声が大きくなります。それ実際これだけで、そのまんま動画投稿しても大丈夫ですからね。で、こっからは、できる人だけ。ちょっとした手間をかけるだけで、さらに音が大きくなりますね。それまず行うこと。波形編集ソフトで、低音をカットしてください。もうすでにこのマイクでもカットされてるんだけど、できるだけ、この低音をカットする数字を上げてって、おかしくならない程度まで攻めてください。それ私、声がちょっと低いですので、100Hz ぐらいでしたね。声が高い人だったら 200Hz、300Hz、そのぐらいでカットできますね。音聞いてみて、できるだけ音が変わらないぐらいまで数字を上げてください。上げすぎるとちょっとケロケロ声、ラジオボイスみたいになりますので、そこ注意ですね。ただ、ラジオボイスがいいという人、そういう人は数字上げてください。できるだけ上げた方がいいですからね。次に行うこと。ノイズゲートですね。それあまりノイズが入ってないようでも、少しノイズあります。それをノイズゲートを使ってカットしとくことによって、後で音を大きくした場合、喋ってない部分のノイズが入らなくなります。だからノイズゲート、可能な限り少ないレベルでかけてください。それ最後、コンプレッサーを入れてください。できるだけ高くしてください。ただ高くすると、音が歪んだり割れたりしますので、割れない程度に高くですね。それで調整してください。これだけですね。めんどくさい人はビデオカメラにガンマイクをつけて、ローカットを入れる。それだけでも十分大丈夫。さらに何か操作したい人は、波形編集ソフトで低音をカット。さらにノイズゲートを入れる。それさらにコンプレッサー入れる。それをやると、声が大きくなりますね。声を大きくすることによって何がいいのか。スマホで聞いてもらいやすくなりますね。スマホ、大きい音で入ってないと聞こえづらいんですよね。スピーカーちっちゃいから。たまたま動画見てくれて、音がなんかちっちゃいな。その場合、こうやったりとかボリューム上げたりとかしてくれないんですよ。あ、この人なんか喋ってないな。じゃあ次行こう。次送られるだけなんですよ。だから声。できるだけ大きい声で入れてください。多少割れてもいいかもしれないですね。あれですよ、街中の放送、演説とか、音ガンガンに割れるぐらいで流してる人いるじゃないですか。話してる人。あれなんですよ。クリアな音じゃなくて、聞こえる音、パンチのある音。そういうところを考えると、歪ましちゃった方がいいのかなってね。それも一つあるかもしれないですね。とにかく大きい声。大きい声出せば、他に何があっても聞いてくれますからね。どんなに美しい声でも、音がちっちゃかったら誰も聞いてくれないですよ。だから聞いてもらうために何ができるのか。声の大きさですね。自分の声を大きくすることできる。今すぐできるじゃないですか。音の声を倍にする。簡単ですよ。声を美しくする。滑舌を良くする。練習が必要ですよ。ただ声を大きくする。ちょっと大きくするだけだったら練習不要ですからね。誰でもできますよ。マイクのボリュームを上げる、数字をいじるだけで誰でもできますからね。コンプレッサー。大体の波形編集ソフト、動画編集ソフトに入ってますからね。だから熟練不要なんですよね。それで大きい音で届けられる。いいことじゃないですか。だからぜひ音を大きくする。やってみてください。多少注目度は上がりますよ。ということで、バイバイ。